はい、はい、おはようございます。おはようございます。三郷オーストイチファームのコニタンとともちゃんです。はい、はい、今日も引き続き、はい、3月の29日に新しいひなを迎える前に、うん、ひなちゃんのをきれいに、はい、していく作業です。はい、今はどういう状況ですか？前回映、はい、してないんですけど、うんうん、上のほこりをねエアーで落としたんですよね。はいはいはい。だから地面に結構ほこりとかゴミが落っこちてる状態なので、はい、それをちょっとほうきで頑張って取ってから水でバシャーっと綺麗にしたいと思います。 OK、はい、かきつつちりとりで。ガリガリ君のさ、うん、工場の予約見たらさ、うんうん、もう無理なんだけど。でしょ？すごく大人気なんですよ。めっちゃ。でもね、夏はね、うん、事前じゃなくて抽選なの。ね、そうそう。抽選で当たればいける。そうそう。そこで行けるといいの。ね、行きたいですね。これ集めた砂はどこに？集めた砂はとりあえずバケツで、捨てに行きましょう。オッケー。バケツどこに置いたっけ？今はこうやって、ただただ掃除をしてる作業動画だけど、うん。3月29を過ぎれば、可愛いダチョウのひなが見れるので、はい、ぜひとも今のうちにチャンネル登録お願いします。そうですね。一発目は何羽生まれるかな？ねえ、10羽ぐらい生まれてほしいね。うん。今20個ぐらいあるんですよ、卵。うんうん。どうかな。ね。この粉塵の正体は何なんだろうね。ね。不思議である。粉とか？まあ粉。でも砂よりもなんか細かい。細かいよね。何なんでしょうか。粉、尿が蒸発した。羽のカスとか？ああ、そうだね。あり得るけど。この掃き掃除が終わったらジャバーってやって、でその後消毒薬をかけたら、あとは砂を入れるだけ。オッケー。終了が見えてきました。やったぜ。長いな。長かったよ。砕くのが果てしなく長かったね。やばかったね。次からは変えるんだっけ？お掃除をするようにして、あんなにたくさん余った糞が残らないようにする。1週間に2回ぐらいかな。1週間にそう2回、2日に1回とかでやっぱり。取った方が。そうね。ひなが大きくなってからなんですよね。まあ、そんだけいっぱいうんちをして、そう。育ってるってことなんですけど。そうなんですよ。元気に育ったんだよ。ねえねえ。はい。ここひび割れてたっけ？割れてなかった気がする。なんで？地震とか。ああ、でも可能性あります。ああ。割れてなかったよね。うん、なかったと思う。地震かな。かな。最近来てる。多いしね。そういうことですか。よーし、いいんじゃないかな。よし。お疲れ様でした。水洗いにしよう。これさ、うん、外にあるもう一本ホースさ、そこに繋げられないか。そうだね。それか外から引っ張ってきてもいいぐらい長いから。うんうん。そうしよう。すごいね。え、すごいピカピカじゃん。ね、やっぱりでもこれぐらいやりたいよね。ね。本当はもう天井ごとまで洗いしたいんだけど。天井にはね、もう十数年分の汚れが。うん、これでもエアーで落としたんですけどね。天井一回ひっぺがしてみたいもん。ひっぺがしてみたい。怖いけど。怖いもの見たさ。なんかいろんなものがいそう。ね。骨とかありそうじゃん。ありそう。誘拐されたヒナとか出てきそう。やばい。気持ちいい。汚れが吹き飛んでいきます。やばい、綺麗だな。ね。綺麗になります。どうぞ。はい。
ダメだった。はい、やったー。はーい、ありがとう。うん、何？ああ、おっといろいろあんだ。よし、あと一区画。これ面白くない？うわー、水が玉になって流れていく。これでネズミちゃんたちも入りづらいだろう。ね。ここ糞すごかったからね。そうなんだよね。綺麗になると居心地が悪くなるらしいんで。半分が美しくなりました。ピカピカだろ。ね。あ、すごい。光が反射するぐらい。上の蛍光灯が地面に映るぐらいピカピカです。避難所の掃除も大詰めですね。大詰めですね。いい感じ。これで一回乾燥させて消毒薬を。はい。うん。ということで、避難所の掃き掃除と水掃除でした。はい。